重力式、アーチダムとして、日本一の高さを持つしんなりダム重力式、アーチダムは、ダムの形式の一つで、重力式、コンクリートダムとアーチ式、コンクリートダムの特性を兼ね備えている。アーチ式ダムを作れるほど岩盤が堅固ではないが、重力式、コンクリートダムよりもコンクリート使用量を節約することができる。構造的にはアーチによって、 腎臓湖からの水圧を両岸の堅固な岩盤に伝え、さらにダムの自重をも利用することで安定性を高いものとしている。現在、世界最大の包み高を持つ重力式アーチダムは、ロシアのエニセイ川に建設されたサヤノシュシェンスカヤダムであり、包み高は242メートル、総貯水容量は約313億立方メートルを有する。また、 アメリカ合衆国のニューディール政策の契機ともなった、コロラド側のフーバーダムは高さ221メートル、貯水量は約352億立方メートルと、これもまた世界を代表する重力式アーチダムである。日本においては、窒素が宮崎県の五ヶ瀬川、水系芋荒井谷川に建設した芋荒井谷ダムが最初の重力式アーチダムである。 戦後は大規模なダムが建設され、中国電力が岡山県の高橋川、水系成和川に建設した新成和川ダムが最大規模のダムである。だが、アーチ式、コンクリートダムと同様に強固な岩盤が必要とするため建設できる地点はやはり限定されてしまい、1974年に山口県の阿部川で完成した阿部川ダムを最後に、 現在まで建設された例はなく、日本ダム協会の調べによると全国で12基しかないという珍しい形式となってしまった。ありがとうございます。